穴屋さんのふもと、お店というより旅館でした。お庭が素敵。一品こだわった京料理、とても美味しいです。とても可愛らしい猫ちゃんと、とても気さくなおかみさんがいらっしゃいます。さあ、割烹旅館という名の通り、旅館そして割烹とどちらも楽しめる生産層なんです。はい、この素敵な客室で本格的な懐石料理を楽しむことができます。目にも鮮やか、素敵なお料理、これどういったお料理ですか？私は京都の方でちょっと修行させていただいてましたので、京風の懐石料理となっております。もうね、見ただけで美味しいの分かりますね。そうだね。さあ、京都で400年ほどの歴史を誇る老舗料亭で修行したという小菅さん、この お宿の3代目です。そして奥様は福岡から新潟にやっていらっしゃいました、おかみの恵子さん。福岡出身なんで、こちらからいただきます。いただきます。さあ、色とりどり、春らしい八寸、美しいでしょ、この季節感が。すごいね、春を感じる。すごい、なんだか中でもこれ桜寿司って言うんですけど、なぜこの名前がついたのかは後ほど。まずはパリッとした食感も楽しめて、鯛のもっちりした食感と口当たり最高でございます。もうこの時期桜鯛と申しまして、はい、鯛が旬になりますので、出会い物で桜の葉っぱと香りをつけております。鯛であって桜寿司、はい、もうまさに春の味なんですね。あ、春ですね。スプリングハズカム。お料理の情緒に対してこれ、はい、我を忘れる美味しさ。こしてこちらはシュワシュワ食感の新醸ワンモノですね。そして自家製のしめ鯖を取り入れた春色のお作り、そしてタケノコとワカメ、こちらも春のものでございますね。はい、繊細で豪華なお料理の数々です。本当にスプリングハズカム。もう美味しすぎて猫になっちゃいそうですね。ありがとうございます。声の虫はどこに。あ、猫ちゃんだ。お邪魔します。猫ちゃんはお名前は。おとらです。おとらちゃん、はい。さあ、こちらの旅館、なんとペットも OK です。とらちゃんに会いに来るお客様もいらっしゃるんだとか、大歓迎です。ご主人、こちらは、こちらは旬の方でして、桜バスの木の芽焼きとなっております。吹きの塔のちょっとこうほろっと苦いような独特の山菜の香りが相まって、すごくさっぱりとでも味わい深く楽しめて、これこのタイミングでご飯いただきたいなってお客様。もちろんいらっしゃいます、はい、なのでお焼き物をお出ししたタイミングでお酒飲まれてない方には、はい、お食事よかったらお持ちしましょうかって。完璧です。適、はい、してお出ししてます。欲しい時に欲しいものをいただけるんですね、さすが。最初からでも。そうなんです。そしてこちら、京料理ならではのあるものを使った揚げ物、なんだと思います、これね。湯葉巻いてあるんですよ。贅沢。この細切りにしたら湯葉ごと揚げるの。私たちにとってお客様がいらしてくださってっていうのは日常にはね、最近なってきてるんですけれど、本当にその貴重な時間をいただいてるんだっていう気持ちを持って、丁寧におもてなしできたらなって心がけてはいます。いろんな試行錯誤を繰り返してまして、美味しいと言ってくれるお客さんが一人でもいるっていうのがモチベーションというか、お客さんが戻ってくる日が来ればまたいいなと思ってるんですけど。素敵な空間で素敵なお料理をいただくっていう、この贅沢な時間をぜひ過ごしていただきたいです。心のこもった懐石、ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。